じゃあこれやるためには必要だ。いや絶対必要じゃないでしょ。ひでおさん、こんにちは。こんにちは。ついにフェスが始まりますね。ついにフェスが始まりますよ。前回のフェスからまだ2週間ぐらいしか経ってないと思うんだよ。なんか多いですね、フェスが。ねえ、なんか早いよね、スパンが。早い。短くない？期間。短い。なんで？ねえ。わからないけど、スプラトゥーン盛り上げようとしてんじゃないの？え、もっと盛り上がっちゃうの？今盛り上がってると思うけど、さらに盛り上げてんだよ。すごいじゃないですか。何のチームでした？そんなの教えないでしょって。なんでよ。いいじゃん、教えてよ。そうだよ、教えないよ。見せなさい、ひでおさん。見せなさい。うろちゃん、人に物を頼むときは、頭を床にこすりつけてお願いするのが筋ってもんじゃないんですか。お願いします。見せてください、チームを。お素直だな。よかろう。うん。いい？いいよ。3、2、2、1、1、2、3、1、4、1、5、6、7、1、ああ、下がった。でーん。うおぉ、それはもしかして今川焼きですか？そうだよ、僕今川ひれお。今川ひれお。名前じゃん。今川ひれおさんになりました。ひれおさんの住んでるとこでは今川焼きって言うんだね。そうだよ。そうだよってか、僕二つ聞いたことあるんですよ。うん。だけど、どっちかっていうとね、こっちの方が多く聞くから。場所によって違うんだね。今度は俺の見せてあげる。見せて。いいよ。ちょっと待っててね。うん。着替え。何？だって着替えてよ。え、ちょっと着替えるよ。待ってて。恥ずかしいから。ね、見られると恥ずかしいから。だって見ないとわかんないでしょって。な、早いな、待っててくれたらいい。恥ずかしいじゃん、見られるのは。ね。なんで？恥ずかしくないでしょ、別に。恥ずかしい、なんで覗こうとしてくる気が。何が恥ずかしいの？無理。ひでおさんエッチ、やだやだ。別にいいじゃん、覗いたって。なんだよ、よくないなんで？よくないよ。覗きはよくない、ひでおさん。覗きよくない。なんでじゃない、恥ずかしい子もいるんだから。え？ダメだ、覗きエッチだな。だって、別にいいじゃん、いつもお尻見てるし。お尻勝手に見てんだろ。